がとうございます。すごい、今年一番に汗だくでびしょびしょになっております。あの次ペリーチョっていう曲ですけど、あの誰かの、幸せをこう目の当たりにした時に、正直に良かったなって思える気持ちをこれからも持ち続けたいなと思います。生活がどんな苦しくても。で、他人の不幸とかではこんなことしてるからしょうがねえじゃんみたいな、そういう感じ の、 風潮とか流れに何て言うか、こうニュースとかゴシップニュースとかどうしても戦われ続ける芸能人とか何なんだろうなってちょっと思ったりとか、元モーニング娘。の辻ちゃんが 何をあげても叩かれる感じとか、なんかもうちょっと自分の幸せだけを追求して生きていく方が楽しいんじゃないかなって思うんですけど、多分ここにいる人たちは大丈夫だと思うんですけど、なんか見てて、なんかもうちょっと楽しいことないんですかって思ったりしませんか。そんな曲です。フェリーチョです。